皆様こんにちは。ニッセアセットマネジメントの小林です。先月の市場環境について解説いたします。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに4月の市場環境について総括いたします。株価は国内は前半下落、後半も一段と下落した後、月末にかけて上昇しましたが、月間では大幅に下落しました。海外は前半は下落、後半は上昇に転じましたが、月間では大幅な下落となりました。金利は国内は前半上昇した後、後半は横ばいで推移し、月間では上昇となりました。海外は前半上昇した後、後半は横ばいで推移し、月間では上昇となりました。ドル円レートは前半緩やかな円安ドル高で推移した後、後半円安ドル高が加速し、月間でも大幅な円安ドル高となりました。続いて各市場の動きについて解説いたします。最初は国内株式の動きです。4月の日経平均株価は月末で 38,406 円と、月間でマイナス 4.86% の下落となりました。前半は中東情勢緊迫化による地政学リスクの高まりに加え、米国金利の上昇、為替介入への警戒もあり下落しました。後半は一段と下落した後、月末にかけて円安の進展と業績期待を背景に上昇しましたが、月間では大幅な下落となりました。次は米国株式の動きです。4月のニューヨークダウ平均株価は、月末で 37,816 ドルと、月間でマイナス 5% の下落となりました。前半は地政学リスクが高まる中、インフレ指標等の上振れを受けた金利の上昇で、ハイテク株を中心に下落しました。後半は地政学的な緊張の緩和や金利上昇の一巡で、大型グロース株を中心に反発、業績期待を背景に上昇しましたが、月間では大幅な下落となりました。次は国内金利の動きです。4月の10年国債利回りは月末で 0.879% と、月間で 0.152% の上昇となりました。前半は米国金利の上昇や植田総裁の金融政策に関する見解を受けて上昇しました。後半は日銀金融政策決定会合における政策の据え置きを受けて横ばいで推移、月間では上昇となりました。次は米国金利の動きです。4月の米国10年国債利回りは月末で 4.68% と、月間で 0.48% の上昇となりました。前半は米国のインフレや景気指標等の上振れ、パウエル議長による利下げの先送りの可能性示唆を受けて上昇しました。後半は PMI、GDP 等の軟調な景気指標を受けて横ばいで推移、月間では上昇となりました。最後は為替相場の動きです。4月のドル円レートは月末で157円80銭と、月間で6円45銭の円安ドル高となりました。前半は地政学リスクが高まる中、堅調な米国の経済指標を受けて緩やかな円安ドル高で推移。後半は地政学的な緊張が緩和する中、為替介入への警戒が高まったものの、日銀金融政策決定会合での政策の据え置きや、植田総裁から円安への警戒スタンスが見られなかったことから、円安ドル高が加速し、月間でも大幅な円安ドル高となりました。以上、先月の市場環境について解説いたしました。来月もぜひご視聴ください。ご清聴ありがとうございました。